自分さっき言った24歳と、はい、あと塚さん俺と2人が合わさってるから合わせちゃった、合わせないでイノシシ年だから、そう笠原君と俺がイノシシ年なんですよね、はい、先に言っちゃった全部失敗やからね。その3人がなんとイノシシで、奇跡的なイノシシのね、一回りずつ12個ずつ違って、しかも今年この放送される、配信される今年はイノシシ年ですので、年男が3人集まった、すごいですよ。こんなことあります。うん、なんか不思議な感覚です。不思議な。で、寺脇さんだけちょっとあと2歳離れてたなっていう、すげえへこんでらっしゃって、俺がねその話をいつもするときに、俺だけねちょっとねちゃんと言ったら違うんだよね、ごめんねとかっていうごめんねとかありますもんね。ということで、はい、撮影現場からずっと面白いこの作品、面白くないわけがない、ぜひご覧ください。